どうも皆さんこんにちは、てるちこです。今回はレオンの思い出炭鉱者のランク戦やっていきたいと思います。パーティーが傭兵炭鉱者囚人祭祀、こちらでやっていきます。さて、ここは工場へ行って安全にね、工場を回していきましょう。よし。それで最近がですね、炭鉱者がなんかね、環境からキャラ環境キャラになりつつあるんですけれども、まあね、常磐すれば魔女にも舞えるっていうことで、うん、炭鉱者がね、まあピックされるんですけど、まあそれでもね、やっぱり魔女はきついんで、結構立ち回りが難しいキャラにはなってくるとは思うんですけど、まあね、うわ、来た来た、無情。スタン入れて。いやー、これミスったな。外の窓枠行くべきだったよね。ですよね。届かねえわ。うわー、ミスった。この一発のもらい方は良くない。窓枠だったな、外の。ミスった。そうなんですよ。炭鉱者ってチェイス上手くないとね、そもそも引っ張っちゃうんだよね、パーティー。いや、頑張ろう。頑張れ。こっから集中。飛ぶ。多分飛んでくる。OK、飛んでくる。外の、はい、うん、外の板を使いたいんだけど、無理だよね。もう一回中入るかな。OK。磁石使って、一回ここでスタン入れて、あー、まあいいか。小スタンで、解読機加速。OK。ここの加速を使いの。OK。加速していく。で、外の、OK。でもこれはもういいや、後出しでいいから、うん、乗り越えたら OK、 板は行けばいいし、飛んできたらね、窓枠間に合ったんで OK。 磁石つけて、うわーどうだこれ。いやー、窓枠間に合わないなこれ多分。はっ、あー、うちマジかよー。入ってこねえんだ今の。うまいな、やられちゃった。工場か。まあ言うても残り3個か。どうだろう。意外とチェイスできたか。いやでも微妙だよな。囚人いるとはいえ。飛んだ？マジ？飛ぶんだ。これ4つあるかな。まあまあいいか。意外と解読、あー、そうか、囚人いるから回るか、意外と。いや、ここはしっかり回復もらおう。うん、囚人に行っちゃったか。いや、でもそれはそれであんまり美味しくないな。ここはしっかり回復もらって。オッケー。囚人でも持ってるな。マジか。囚人もう追ってないのか。これ来るかな。いや、怖いな。いや、ロング消したんだったら、多分これ工場来るでしょ。いや、ちょっと隠密気味で、うん。せっかくね、相手が大変してくれたので、ここは簡単には捕まりたくないな。うん、監視置かれるけど、二階でちょこっと持ってればいいんじゃないかな。囚人立て直しつつ、みんなで解読回してくれれば。飛ぶかなこれ。あ、飛んだわ。どこ飛びだこれ。囚人かな。うわぁ、怖っ。でもまあ、飛んだからな。監視抜くか。抜いて、回そっか。オッケー。囚人のいるだけで結構圧かかってるかもね、解読圧が。オッケー。傭兵に行ったか。まあ、工場回せるからいいかな。工場6割。さあ、これ全体守ってんのかな。飛んできそうで怖いんだけど。でも傭兵追ってるわ。マジか。それはそれで美味しいかも。
よし、工場開いた。あと二つ。お、祭祀ももう開くじゃん。じゃあ。うん、いや、巻いとこう。階段、外階段に巻いといて。これ、傭兵の、立て直しするべきかな。焦る盤面じゃないから、ゆっくりでいい気はする。うん。回復しよっか。囚人か。いやー、でも来たな。これ、傭兵来るかな。いや、俺に来るかな。いやー、ちょっと怖いからいいや。うん、しっかり。立ってダメージ置いたくないな。こうかな。追わない追わない追わない。オッケーオッケーオッケー。あー、祭司そこにいるのか。なるほど。傭兵持つ。傭兵持つか。え、でも結構回ってるじゃん。あー、やっぱ海賊意外と回ってたかね。あー、回ってるわ。9割ぐらい回ってるわ。ミリにできるんじゃない？うん、監視、ここ抜かなくていいや。オッケー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 。来た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 、オッケーオッケーオッケー。任せにしたい。はい。おい、よーし。よし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 。もうミリだからな。あ、オッケーオッケー。板倒すんだったらつけるか。オッケー、つけようつけようつけよう。大丈夫かな、つけたって。いや、大丈夫。岩瀬さんだったら大丈夫。オッケーオッケーオッケー。任せた。よし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 。オッケーオッケーオッケー。なんとかね、4通。いや、でもここからね、飛んでの、全体負荷あるから、そこだけ気をつけていきたい。無情は。もう、ノーワン切れるぐらいまでね、もう耐えちゃってもいいんだけど。いや、これゲート行きたくねえな。え、行きたいよね、だ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 よね。オッケーオッケーオッケー。ここ引っかかった。いや、まあまあまあ、でも大丈夫。オッケー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 。よし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 。を乗り越えて、オッケー。でも黒ベル使ったから、スタン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 、小刻みにスタンして。うわー、囚人それロング。あー、待って待って、え、戻ってきちゃった囚人。マジか。あれー戻ってきちゃったよ。ハッチここか。オッケー、戻ってきちゃったけど、これ多分俺に来るでしょ。だよな、俺に飛んでくるよな。で、これ多分急行するじゃん。待って。いやだよー。七。あぶねえ。ちょっと待って。あ、はい。あぶねえ。よーし。ちょっと待って待って待って。持ってくるかな。うーわー。いや、でも大丈夫。囚人を起こす時間稼ぎをすれば、大丈夫。圧はかかってる。うん。サマユーリはまだ、なってるかな。いやー、ここの板まで読み合いしたい。たぶん。うそー、入ってくるんかーい。それはうまい。いやー、先倒しするべきだったかな。飛ぶかな。いや、でも、炭鉱者、こう、そう、炭鉱者がね、やっぱこういうところ強いんだね。ほんとに。うん、視界が、監視があっても、この速さで、ガンガン立てるから、これはやっぱ炭鉱者の一つの強みだな。あ、ごめんなさい。オッケーオッケー。回復してもらって。オッケー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 。センキューセンキュー。大丈夫。囚人に行っても今度は俺が出れるから。囚人。釣らない限りはね、まあ大丈夫だと思うんだよね。岩瀬さんが囚人を起こしに行きつつ、俺が、チェイスしつつって感じかな。あー、でも傭兵に行ったな。どうしよう。いや、囚人起こすべきかも。いや、でも監視巻いてんだよな、結局。だよな、監視巻いてるよな。じゃあダメだ。視界がミリになったら起こしてもいいけど。いや、でも飛んできたな。こっち来るかな。うん、こっち来てるな。こっち来てる。やべ。はい。うわー、やべー。これはやべー。ちょっともったいない動きしてしまったけど、囚人立つかな。ロングあるかな。いけるか。頼む。いや、いけると思う、言うても。あ、ロング張ったわ。あ、いけるか。あ、よかったよかった。ナイスナイスナイス
ナイス3ゲーム。よし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 。なんとか勝つことができました。ナイスゲーム。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。